花毛の森は日本のシンガーソングライター、ラジオパーソナリティ、司会者、フリーライター、コラムニスト。公式の総称は、花毛の森エンターテイメントジャパン代表、橋爪深也永遠の33歳、独身花嫁募集中都市、理想論撲滅ソングの発起人として、自らの立ち位置を J-POP 界のセカンドオピニオンと評判する。富山県都並市出身。 石川県金沢市在住。2016年以降はフリーランスとして活動している。音楽開始前の2003年よりコミュニティ FM を中心にパーソナリティ活動を開始。ライブイベントでの流暢で独特の語り口が話題を呼び2006年の FM 富山での初レギュラーを川切に県域に進出。現在は北陸エリアでのレギュラー番組を基軸に 全国各地のラジオ放送局でのイレギュラー出演を続けている。ABC 花毛の森代表紹介、花毛の森エンターテイメントジャパン。http://www.hanagenomori.com/.profil.html。2013年1月17日閲覧。abcdef その男。 アンチラブソングシンガーソングライター花毛の森インタビュー。中日新聞。2016年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月2日閲覧。AB、金沢在住の移植シンガー、花毛の森さん。新成人向けイベント開催へ。金沢経済新聞。 https://k-a-n-a-z-a-wa.ke-i-z-a-i.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ2347スラッシュ2019年6月22日閲覧。abc 現実を描きすぎて売れないシンガー鼻毛の森とは日刊 SPA 2019年6月22日閲覧。寺西邪獣化カップル撲滅を掲げ。 リアルラブソングを歌うシンガーソングライター、エキサイトビットエキサイト、2013年1月17日。https www.excite.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ E1358165798082 スラッシュ。誰でもよかった。だから、君でもよかった。正直すぎる。リアルラブソングなぜ歌う 謎のミュージシャン、花毛の森、ネトラボ、2019年6月22日閲覧、ありがとうございます。